こんばんは。はい、インサイです。はい、わかります。吊り橋効果って知ってますか？ああ、聞いたことありますね。怖い怖いが、ドキドキかもしれない、みたいな。まあ読みますね。吊り橋効果、吊り橋効果とは、はい、心理学の実験で吊り橋の上のような不安や恐怖を強く感じる場所で出会った人に対し、うん、恋愛感情を抱きやすくなる現象のこと。これってなんか、うん、ありそうだけど、うん、吊り橋効果で付き合いましたみたいな人聞いたことない。確かに確かに確かにね。ナンパでとかまだ聞いたことあるけどね。そう、え、吊り橋効果で終わったら聞いたことないなと思いまして、うん、しかも俺吊り橋効果って非常に曖昧で、うん、まあ、どれぐらい怖かったらその効果が現れるんかもちょっとこれまだ定義されてないんですよ。確かに。じゃあなんか気になる人と吊り橋行ったらもう価値観なんかいって話ですよ。そうそうそうやな。ということで、はい、本日ちょっと吊り橋効果、うん、これ理系的に検証したい。なるほど。ほんでまずそもそも効果あるのかっていうのと、効果があるんであれば、まあ、どれぐらいの吊り橋やったら効果あるよっていうのをちょっと検証したいなと思います。で、まあ、この検証にあたって、はい、全くワンチャンのない異性っていうのが必要なんです。確かにそうね、はい、前提としてね。今回そちらも、まあ、用意しましたんで。あ、したそんな簡単にできたんですか？はい、簡単にできましたんで。あ、そうなんですか。協力していただきながら本日は検証していこうと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。レッツフィンガー。今回の検証にあたってまずは2人の男女を用意。大阪大学理学部生物科、ピロマル、23歳、ニート、キムヒョジュン、24歳。まずは検証の前に普段の様子をご覧いただこう。お秋ナスみたいなやつが来てるんですけど、めちゃブサイクなやつ、それ。怖っ。そうですね、久しぶりに来ました。何するんすか今日、公園来て。今回はこの2人を大中小さまざまな吊り橋に連れて行き、吊り橋効果が実際にあるのかを検証する。なお検証構成に行うために2人には企画概要を伝えてはいないものとする。1つ目は豊中市ふれあい緑地にある高さ 1.2m、長さ 12m の吊り橋。じゃあ行きますか。早速行きますか。なるほど。検証開始。どうでした？ほぼ地面やん。普通に5秒ぐらい歩いたっていう感じですね。今日のキムさん、はい、今日のキムさん、いや、コーデがちょっと目がチカチカするっていうぐらいですかね。高さ 1.2m、長さ 12m の吊り橋を渡るとキムがチカチカする。ハハハハハがありますね。結構いいなあれ。2つ目は枚方市氷の森公園にある高さ4m、長さ20m の吊り橋。コンディション、はい、あ、でもさっきラーメン食べたんですけど、はい、なんかお腹いっぱいになって幸福度が高いです。あ、今幸福度高いぞ。はい、さっきラーメン食べたんですけど、チャックを必死に押しこらえてます。
検証開始。興奮して飛び跳ねてしまうキムヒョジュン。すごいです。めっちゃ揺れました。思ったより揺れましたね。いやー結構揺れたね。結構面白かったですよ。でも、まあ、ドキドキはもうしましたね。心臓バクバクすぎて心拍数を測ったら歴代最高記録出るんじゃないかっていうぐらいでした。ちょっとおふざけ多いみたいなことですか。なんか足めっちゃ揺らされてイライラしたんですけど。高さ4メートル、長さ20メートルの吊り橋を渡るとイライラする。すごいマイナスイオンを感じます。またいやプラスイオンも感じるわ俺。そうですね、感度高いからさ。えうわえすごい吊り橋や。3つ目は四条縄手市室池園地にある高さ14メートル長さ50メートルの吊り橋。行きましょう。行きましょ う, もう行きたくてしゃあない。これは検証開始。何も話さず静かに橋を渡る二人。まあ高いは高いんだけど、でも作りがしっかりしてるから全然怖くはないですね。むしろさっきの方が結構なんかゆらゆらしてたし、なんか足元に隙間もあって怖かったっていう感じありましたね。黒森さんに対して、まあ、何もないですかね。なんか景色が見えるんですよ、あっちに下の喧騒の。それがマジで良かったです。なんかなんていう夜景の昼バージョンみたいな。高さ14メートル長さ50メートルの吊り橋を渡ると夜景の昼バージョンが見える。このままでは何も起こらなそうなので、最後の検証では特別な吊り橋を用意した。どうですかじゃない、もう2時間3時間ぐらい新幹線で。なんですかこんなところまで出てきて。あ、楽しませてくれるんや俺らを。ほう、まあ、昨日の流れからすると、まあ、吊り橋ですよね。まあね。まあまあまあ、あれ昨日のあれ結構すごかったからな。あれ超えてこれるんかっていうのは俺はちょっと疑問視してるけどね。確かに。どうなんですかその辺。いやー長っ、なんすかここ。でかでかマジか。最後に来たのは静岡県三島市にある三島スカイウォーク。長さ400メートル高さ約70メートルと日本最長の吊り橋であり、この検証にはもってこいの橋である。想像の10倍ぐらいでかいなこれ。もいやほんま昨日のとはちょっと違いますね。格が違うわこれマジで。すげえ渡ってみたいですねこれ、うん、検証開始。うわ、あでもしっかりしてる。あでも意外と道路すごい。大丈夫大丈夫。おおすごいすごい。下見てください下。すごい。おいおおすげえ。めっちゃ揺れてません。待って大丈夫やって俺が俺やな。ピロマルを果敢に守るキムヒョジュン。
橋の中央に近づくにつれ揺れが大きくなってきた。うわやば。もう揺れとる。いやほんまにめっちゃ揺れてますね。すごい。下見てください。下うわ高ー。すげえ。うわうん。辛いです。すげえなまた多分半分いってないですよこれ。マジ長い。結構歩いてたね今。お橋部分終わった。終わった。ついに日本最長の吊り橋を渡り切った。いやー来ましたね。わあなんか逆に地面がフラフラする感じで確かにさっきまで出てたから。正直思ったより怖かったですね。渡る前はすげえかっこいいの方が強かったんですけど、でも実際渡ってみたら結構揺れたんですよね。それでまあ俺がこんだけ怖かったらピロマル絶対もっと怖がってるだろうなと思って、ピロマルを守らなきゃっていう気持ちで行きました。ドキドキはすごいしましたね。最高でした。結構にぎわっとって怖くないかなと思ったんですけど、なんか真ん中らへんめっちゃ揺れたんですよ。まあでもキムさんの守りもあって、まあ、楽しく渡れたんじゃないかなと思います。楽しかったですね。まあ釣り橋かキムさんかは分からないですけど、まあ、ドキドキはしました。ナンパ、はい、まあ 7% とかですか。 7%? はい。元ぜ、ちょっとまあそれは言わないです。この後ここでアスレチックで、うん、キムさんと、まあ、よかったら遊んでいけるらしいんですけど、どうですか、遊んでいきますか。まあ遊んでやらんこともない。キムさんどうですか。いや楽しみですね。見た感じだって結構距離あるし、高さもすごいあるし、しかもこれだけってね、この2本の綱だけが文字通り生命線って。はい、行きます。3、2、1、ご行ってらっしゃい。気持ちかったですか。気持ちかった、気持ちかった。どうでした。いやーやばかったな。やばかったですか。早かったな、思ったより。ギューンいった。早かったですね、うん、僕もめっちゃ早くて太ったかな思いましたね。続きまして、はい、アドベンチャーコースです。お、何アドベンチャーコースって。これうわこれやばこれすごくない。全部木、これすごいな。いや、意気込みありますか。死なないように頑張ります。なんだろ。行きますわよ。行きますわよ。おねえみたいな。おお早い。あすごい。結構しんどくないですかこれ。もうね。ごめん。はい、せーの、3、2、1、はい。はい。こっち向いて。はい、こっち向いて。はい。楽しそうだね。ラスト。最初まで。ごわいごわい。いた。すね打った。はい。まあ余裕っすね。嘘つけ。ちょっと早い。早いな。すごいな。あの動画が。お。動画がダサいぞ。いいぞ。いいぞ。マジでダサいやいいよ。いけるか。いける。出さない。うん、今からリタイアとかできます？今から入れる保険があるんですかみたいな。頑張れ、ラスト。ラスト、ラスト。意外といけてるよ。
いいやん、さすがドラマー。そう関係あるんやそれ。終わった終わった終わった。あ、おお、あ、これ終わりちゃう。おお、って帰ってくれた、帰ってこれた。これで終了。どうでした。いや楽しかったな。これ楽しいな。というわけで、続きまして、はい、恐竜アドベンチャーでございます。すごいな、続々やな、もうてんこ盛り。恐竜アドベンチャーは、はい、恐竜迷路っていうやつと、はい、恐竜 AR シューティングっていうのがあって、へぇ、AR シューティングは画面上に恐竜が出てきてそれを撃つっていうゲームらしいです。めっちゃやん、楽しそう。で、今回は恐竜迷路いきます。じゃあ行きますか。行きましょう行きましょう。どういてらっしゃい。なんか不思議な匂いせん。あ、カトリ線香炊いてます。あ、カトリ線香かい。え、古代の匂いとかじゃなくてカトリ線香かい。お右左どっちですか。どっちですか、ペルマルさん。じゃあ、右右、あ、うわぁうわぁうわぁ俺らやる気にしない。はい、せーの、うわぁいやぁ、これはどっちですかね。左じゃない。左、うん、あれ、あれ、ダクソナされるがいますね。え、こっちだと思う。まあ左じゃないですか。またこいつおった。そうそう、こいつに初めて会ったらなんて言いますか。え、キムさん、キムさんは？うぇうぇうぇ、ついた、ついた、笑ってる、笑ってる。こいつに初めて会ったなんて言いますか。チラ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 。これもでけーでけー。こちらドラゴンキャッスルです。これまだオープンしてないんですけど、やばい、特別に体験させて、はい、えぐいな、これえぐい。上の展望台で高さ17メートルとか言ってた。えぐい、これえぐいな。というわけで上までやってきました。うえー、マジ怖っ。これで赤。え、なんか黒あるんですよね。これの上ありますもんね。え、これ死ぬぞ。いや、やば。うわ、これ怖っ。夢だ。こんな吊り橋の日じゃない。ドキドキしてる。これかっこいい。いや。これ、ボタンの絶対いい。じゃあ、こっちで。じゃあ、ペロマさん意外と運動神経いいから。あー、まあ、そういうこともあるよな。かもや、かもや。あー、やばー、めっちゃ揺れてる。ナイスナイス。いやー、こんな景色ピロマルくん眺められて幸せだな。いや、でも俺見えないよ、後ろ。え、後ろ見てください。うわあ、めっちゃいい景色。ずるいでピロマルくん。じゃあキムさん、はい、あそこの鐘鳴らしてきてください。やばいやろあれ。で、本来ならあっちに富士山が見えるらしいです。で、富士山に向かってこう、なんかお参りをするような感じで。なるほどね。はい、いけるぞー。いけー。しゃあ、ミッション成功。あー、そっち行くんですか。おー、怖っ、怖っ、怖れだった。足ないで、ね、行けません、行けません。
無理やこれ、マジで無理、マジで無理これ、いけ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 、どうすか、どうすか、いけそうでした、こっからこういけよ、こっからこういけよ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、どうでした今日一日、いろいろ回りましたけど、いやここやばかったな、ドラゴンキャストやばかった、やばかった、これしかもまだオープンしてないでしょ、はい、8月8日からオープンです、お動画公開後3日とかかな、へえ、もういいやん、すぐ来れるやん、マジでいろんな層におすすめできますよね、うん、簡単なのもあるから子供でも遊べるし、うん、すごいいいねこれで、体力自信ある大学生とかでもね、うん、黒色とかやったら黒やばい日々の刺激になるねこれは、うん、というわけで三島スカイウォークには日本一の吊り橋以外にも今日いろいろ回りましたけど、いろんなアトラクションあるので、皆さん夏休みのねお出かけなどでぜひ来てみてください、はい、詳細は概要欄に載ってますので概要欄に見てください、はい、というわけで今日の動画はこれまでです、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、バイバーイ